柑橘系の皆さん、こんにちは。こんにちは。はい、さあ始まりました柑橘系の巻。自由鬼滅の刃コラボ T シャツとしてまるまるしてみましたシリーズ、今日はですね、鬼ごっこしてみましょう。イエーイ。はーい、オレンジログさん、親子遊びでねよく鬼ごっこやってますが、今日は自由のコラボ、鬼滅の刃コラボ T シャツを着ては出た。忍ぶ、おしゃれ。そして、ギュー、かっこいい。ギュー、かっ、おー、シンプル、おー、ね。はい、楽しんでいきましょう。それでですね、ルールなんですけど、増やし鬼です。ね、範囲が、この街灯、ウィーン、街灯、ブイーン、奥の街灯のこのね、台形の中でやります。結構範囲広いです。そして、タカちゃんが鬼です。はい、で、用意した後で、タカちゃんが追いかけます。増やし鬼のルールね。レモンちゃん増やし鬼知ってますか？うん。アマちゃん増やし鬼知ってますか？うん。どんなルールですか？タッチした鬼がいて、鬼の人は、他の逃げの人を追いかけて、タッチされた人は鬼になって、また鬼が二人になって、その鬼の人は、その二人の鬼の人が、今度は、残ってる人をタッチして、タッチできたら3人、うん、4人、5人、6人って鬼がどんどん増えていく。そうそう、まさに鬼滅ワールドですね。それで制限時間5分以内で、これも鬼になってしまった人はもう残念ながら罰ゲームですね。それは罰ゲームですよ。だから5分間逃げ切ったらもう罰ゲームなしで、悠々ね、自適にというかね、その罰ゲームをご覧になってください。はい、罰ゲームはですね、この前親子遊びオレンジログさんでやりました。運動神経が向上するガニガニ体操あるでしょ。ちょっとアマナちゃん やってください。ガニガニこれね、これ今テンション半分ぐらいでしょ。これフルテンションでガニガニ体操をしながらさっきの台形のところを一周回るという。だからタカちゃんとしては全員捕まえて、どうせ誰も俺捕まえることできんかったら俺一人やらながら全員捕まえて4人でなんとか引きずり込んでこれをやらないとちょっと恥ずいですからね。若干散歩をしてる人もいますから、うん、はい、ね、そんな感じでいいですか？いいですよ。あ、それではちょっと結構ね、芝生が雨上がりで濡れてるんで、今から各自ウォーミングアップした後試合スタートしてみたいと思います。はい、それではウォーミングアップお願いします。はい、はい、鬼滅の刃コラボ T シャツを着て鬼ごっこ、制限時間5分でいきます。今日はね、ちょっと三脚忘れたんで、タカちゃんこれもっと追いかけますんで、このね、臨場感を楽しんでもらいましょう。いきますよ、よーいスタート。よし、いきます。あまっちゃ早いから、ちょっとこっちからとにかく誰か一人増やしましょう。増やそう。まずヒューガさんを鬼になってもらわないとね。ヒューガさんを鬼になってもらわないと。さあ、よしあ、今日はあの忍の羽がついてちょっと早いな。レモンちゃんを鬼になってもらわないとね。レモン早っ。くっそ、これやばい。これ誰も捕まえることできんかったら俺一人でガニガニ体操フルテンションで嫌やぞ。よっしゃ。あいつ範囲出すぎやで、レモン。そこまでやで、こっち。よし、やばい、そこを捕まえた。よし、あした捕まえた。来た、あし一人鬼にしてやった。さあ、増えました。二人増えましたよ。さあ、行こう。ちょっと、なかなか、3分45。まだ3分ある。いける。よし。ひばさん、あまなちゃん、3メージする。よし、俺、こっちから行くで。行くで。行ってしまった。よし。よっしゃ、よっしゃ、すごく。出た、ここまでやで。よし、忍び行った。レモンも出た、そこ。
おお、滑る。はい、タッチした。はい、よし、残りレモンだけ。さあ、もうゆっくり行きましょう。さあ、あとはレモンちゃんだけです。さあ、これはもう絶対絶命のピンチ。レモンちゃん、さあ、逃げ切れることができるんでしょうか。あれ、アマナちゃん、疲れた？もし、よし、やって、はい、来たぞ。よし、おお、すごい体力。さあ、こっちから待って。よし、すごい、こんだけよ、ずっと走り続けることできますね。すごい、すごい。今何分や？今何？すごいすごい！おお！今何分や？はい、残りまた1分50秒もある。1分50秒。よし。はい、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 後ろ行った。スレタジさん？スレタか？まだスレタないか、しとこう。はい。まだ。これそうなんですよ、あの、ヒューガさん。これ、むやみに捕まえたら機嫌が、ね、怖いでしょ。あと長引きますよね。あまちゃん、どうします？捕まえ、3人やとね、協力したらいけると思うんですけど、後々の機嫌のね、レモンちゃんの機嫌が、ちょっとこれは皆さん、3対1やからね。3対1やから、かわいそうやから、機嫌のこともあるから、はい、ちょっと、あの、バーっと、やられましょうか、俺。よし。でも一応真剣に、よし。さあ、レモンちゃん行くぜ。わあ、おすごいすごいすごい、おおすごい、おでもほんまにすごいですね。かわしていきますね。これ日頃の運動神経向上プログラムが効果を表してるんではないでしょうか。おお、アマナちゃんが追走しております。さあ、レモンちゃんの体力えげつないな、これ。おお、水たまり大丈夫か。よし、おぉ、レモンちゃんすごい、よく頑張ってますね。しかし、これで終わりだ。うぅぅぅぅぅ。おぉ、忍ぶ、もうちょっと。残り15秒。15秒。12秒。9。8。6。5。4。3。2。1。はい、終了。はい、レモンちゃんだけ逃げ切りました。やったー。はい、優勝レモンちゃん、せーの、万歳万歳。さあ、そんなわけで皆様お疲れ様でございました。ヒューガさんと私タカちゃんとアマナちゃんが罰ゲームでございます。フルテンションで、ここでガリガリ体操しましょう。そしてちょっとその三脚忘れたので、この撮影役をレモンちゃんお願いしていいですか。でも回していけばいいの。うん、これ持って3人がガニガニ体操して一周回ってるのを撮ってくれたよね。いける？多分。行ってみましょう。はい、ナイスナイス。はい、レモンちゃんナイスでした。はい、はい、それでは、今から罰ゲームしますね。レモンちゃんだけ勝ち残ったので、レモンちゃん初の撮影いけそうですか。微妙微妙で頑張ってください。ちょっとね、あの芝生が濡れてるので、こっちのコンクリートのとこちょっと狭いなくなりましたけど、ここをね全力ガニガニ体操一周、タカちゃん先頭で、マナちゃん、ヒューガさんでいいですか、はい、かなり恥ずかしいですけども頑張ってくださいね。はい、ガニ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 ガ
虹色動画とは、雑草男タカちゃんが大好きな7色に本気で挑戦することによって見事虹色草になるまでの悪戦苦闘の日々をお届けしております。音楽、陸上、シニア、キッズ、自然、筋トレ、そしてリズミカルです。いずれかに興味のある方はぜひともチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。タカちゃんが染まっていく瞬間見逃したらあかんでー。